はいみなさん、こんにちは。アイジャで生きてるマニラで生きてる紫です。今日はですね、紫けいちゃんで、えー、やっていきたいなと思います。えー、とですね、えー、このね、私の動画のその冒頭の走りなんですけどもね、はい、今日はね、オレンジ、オレ,オレンジじゃないか。今日はイエローですよとかですね、えー、今日はピンクけいちゃんですよっていうような形で毎回始めてるんですけども、えー、これに関してもですね、あの、私もなんかずっとやってるんですけど、 えー、結構まあご視聴者の方はあのー、もうそんなのいいよという方もいらっしゃるんですけども早く話をしてほしいという方も結構いらっしゃるんですが、あのー、結構な割合でですねというかですねどちらかというとこれ続けてくら続けてほしいというようなご視聴者も結構いらっしゃってで私も続けている次第ですでですね。ねあのー 万が一ですね、もうそんなのいいよと思われてる方も、まあ最初の 30, 30秒ぐらいですので、ちょっとね、えー、その間はね、えー、まあちょっと、ね、耳をね、塞いでもらうとかね、えー、そういうことですいません。<laughs> ちょっとね、我慢しといてもら,えばもらえればなと思います。あの、おそらくですね、7割、8割の方が、いや、それ結構楽しみにしてるんだよとかっていうことで、えー、言われてますので、まあそう言われちゃうとね、私もあの、あ、じゃあ続けようかなと。今日は何色着ようかなとかね。 すいません。ちょっとね、だからもしそれが耳障りな方は最初のせいぜいに1分間ぐらいなんでちょっとね、こうやって耳を塞いでもらうか、まあ、ちょっと無視してもらうかとかね、ちょっと早回しにしてもらうとかね、えー、私の場合動画ですので、いくらでも早回しでいきますので、そんな感じで対応してもらえればなと思います。まあちょっと、ね、そんな感じなんですけどね。はい、ということでまた前置き長くなっちゃいましたが、えー、今回、今回のですね、話題。 ちょっとね、今回の話題に関してはですね、えー、皆さんのと共にですね、えー、この人がこんなこと言うのみたいなね、ちょっとね、そんなような視点でね、話をしていきたいなと思います。というのもですね、あのー、私もね、よくね、言ってるんですけど、まあ、いろんな記事出てきますけどもね、この経験問題に関しては。ただね、あのね、例えばですけども、サンデー毎日といえば、ミスター M、どっかのね、大学のミスター M 教授。 まあ森さんって言うんですけどね。森洋平教授,教授だとかね。あとはね、今回のね、プレジデントオンラインといえばね、今回出てきてる、まあ、ジャーナリストの元木さんっていうことでね、えー、両方とも MM なんでね、KK じゃなくて私は MM コンビなんてことをよく言ってるんですけど、この二人に関しては、ね、いつもこうやってアゲアゲなんですよね。K、ずっとですね、今までは KK 用語、もしくはあるお家を用語っていう形でずっと動いてきたんですけど、 今回のね、この元木さんの記事に関してはね、ちょっとびっくりみたいな感じで、かなりですね、特に KKA 息子に関してはかなりね、もうこいつ、どうしようもないな、みたいな感じのね、えー、ちょっと表現でこの記事が出されてるんで、ちょっと私も全部見たんですけど、かなりちょっとびっくりしました。えーまあ、ただね、言われてることは、なんかやっとね、やっとここに来てですね、正論になってきたのかなというような感じがするんですよね。まあちょっとね、そんな記事を紹介させてもらいます。 でですね、えー、まずこの記事のタイトル「えー、本当に弁護士になりたいのかまたも司法試験不合格だった経験息子には愛想がつきた」みたいなねまあそんなような、えー、ちょっとね記事のねタイトルですでまあ話をしたね2つあってまず1つは M 子さんに関してはさっき今言ったように「愛想がもつきたんじゃないの?」みたいなね <laughs> もう何回も落ちるんだよみたいなね 何回不合格なんだよ。あんた本当に受けてるのみたいなね。<laughs> そんなような感じのエ子コさんに関しては、えーまあ、例のメトロポリタン美術館ですね。で、今回のその試験がね、不合格だったことに関しては、エ子コさんとしては、もうね、えー、なんだっけな、眉一つ動か,さな動かさなかったのではないか、なんてことを言ってて、要は、もうね、この事態はね、想定内だ、なんていうことをね、元、えー、木さんは言われてるんですね。 えー、もしくはこの記事が言ってるんで、すねで、えー、まずそれに関してはちょっと言っていきますけども、要はそのもう皆さんご存知の通り、どうもメットですね、メトロポリタン美術館で働き始めた、活動を開始した、えー、これがですね、えー、ボランティアなのか、アルバイトなのか、もしくはですね、実際のその本格的に就業する前の前段階なのかっていうのはちょっと分かりませんけど、まだちょっとはっきりしてませんけどね。そういった中で、 あの皆さんもあのもう購読されたかなという気がしますけども、文春ですね。文春が、えー、暴露しておりましたよね。まあ、文春もたまにこういった形でいろいろ暴露してきますよね。大したもんですね。という中で、えー、お金もらってるんじゃないのっていう中で、おそらく10万円ぐらいもらってたみたいなね。そんな話を暴露してましたよね。で、なおかつやっぱりその例の、えー、誰だっけ、ジョン・ T ・カーペンターさん。 この方はメットのね、実際のキュレーターで、日本の美術部門のどうもトップだから、結局はエムコさんもそのカーペンターさんとのね、以前の国際不磁器協会でこの人は審査員をやって、エムコさんはね、名誉捜査やられましたよっていうような中で、そういった関係を使って近づいていったんじゃないかっていうことも、文春はね、暴露してますね。 で、えー、まあ、そういうような形で、どうも文春のえ記者の方は、カーペンターさんに直接電話でね、取材したみたいだけど、どうもね、えーえー、このカーペンターさんは当然その M 子さん用語でですね、もうほっといてあげなよみたいなことをツッケンドーに言われちゃいましたということで、逆に言うとね、皆さんどう思いますツッケンドーにこう言っいったような形で週刊誌の記者に対して言ったということは、ますますもってそれ本当だって話ですよね。 別にそれがね、そういったような事実がないのであれば、まあ、その週刊誌の取材であれ、なんであれでですね、もうちょっと普通にね、回答すると思うんですけども、回答の仕方がね、このプレジデントオンラインの記事に,記事によると、そんなものはね、就職の内定そのものといったようなものは事実ではない。 なぜ彼女を放っておいてあげないんだよみたいなことでツッケンドに言われたっていう話なんでますますのってじゃあ本当じゃないみたいなね <laughs> 私はひねくれてるんでそういうふうに思っちゃいますけどね。というようなことが書いてありますと要はあのもうね実際はそのね今現在はフルタイムではねない契約かもしれないけども将来的にねえ例えば常勤の正規職員になるというような可能性もあるんじゃないか。 というようなことで、要はですね、もう,、えー、もう総係、それこそですね、まあ外丸賞とかね、それこそニューヨークの総領事館とか、そういったようなところが全部丸抱えてで,ですね、結局もう総係で、えー、以前の,の、ね、KKM スコの、ね、極意チームに当たりましたけどね、もう結局これもね、その一環じゃないんですかという話ですよね。 だからね、もうね、私は一般人になるような、あの結婚会見ね、私も何度となく言ってますけど、あの結婚会見でね、私はとにかく一般人になるね、ほっといて、ほっといてという中にも、あの、こういうようなね、まる特るまるまる特権ですね、丸がかえみたいなね、全然矛盾だらけだよねって感じですよね。えー、というような構図が見えてきてると。で、かたやですね、この本木さん、今回はですね、 えー、この、KK、息子をかなりディスってます、ね、<laughs> ちょっとねあの、まあ、あの、いやあの、正論なんですよ。正論なんでね、いやー、この人もこういう意見言うんだ、みたいなね、私はそんな感じでちょっと見,、まあ、見ましたけどね、この記事をね。えー、例えばね、えー、まあ、あの、例のごとく、もう、あの元、あの奥野総合法,法律事務所のですね、えー、奥野署長に電話でね、すぐに、えー、報告をしましたと。 ままたた落ちちゃいましたよ、5点足りなかったんだもうちょっとだった、ね、というような非常に未練がましく言いましたなんてことをこの記事に、ね、書いてあるんだよね。でね「えー、もう未練たらしくもう一息だったんですよ運が悪かっただけなんだ」と言わんばかりではありませんかと、えー、潔さというものがこの人間にはやや欠けるようだということをねズバッと言っておりますね。 いやまあね、潔さというかね、もともとこういうようなね、嘘をつくこと、あえて言っちゃうけどね、私のあくまで妄想ですよ。こういうような嘘をつくというようなことが、この男に関してはもう常習化されてるわけですよね。要はそういったようなね、もう口から出かせじゃないけど、そういったようなことで、この人は30年間、この人生ずっとね、生きてきたわけですよ。 皇室というね、非常にね、こんな巨大な看板に、こうやってね、もうよたれかかってね、あ、楽だ楽だ、みたいな形で30年間生きてきちゃってるから、潔いとかそういうあれじゃちょっとなくてね、もう当たり前のことがやってるって感じですけどね、私に言わせればね、妄想ね、何 <laughs> 回も言っちゃうけどね。えー、それに、えー、何度でも試験を受けられるからといって、7月まで仕事はどうするんでしょうね、と。続けながら受験勉強もし、 エムコさんと新婚生活も楽しむというのはあまりにも甘いとしか言いようがないとまさしくそうだよね。あのー、というかですね前回の2回目の試験だって11月にとんずらしたわけですよねニューヨークにね11月14日それから11月から12、1、2試験まで3ヶ月間その間本当に勉強してましたが全然勉強していたようなね観点がないですよね。なおかつ、えー、ほとんどね、そのニュ 出勤しているような風景も見当たりませんし、この人本当に仕事もしてないんじゃないの勉強もしてないんじゃないのさっき言ったように皇室というですね、日本のエンペラーじゃありませんけど、皇室というその大きな看板にずっと、えー、こうやって寄りかかってですね、で、えー、楽しいニューヨークでの新婚、ハネムーンを楽しんでたというようなことなんじゃないんですかっていうことですね。ね でもし、もしね、次回も落ちたら、もう一度大学へ入り直すなどと言い,言い出すものではないのか、なんて、元木さん、ディスってますね。でも本当ね、このディスりなんだけど、元木さんがこんなね、ディスって、うん、珍しいなと思いながらですね、えー、いずれにしてもね、まあ、正論かなという感じですね。 で、えー、まあ、そういうようなことに、さっき言ったように、エムコさんもね、結局はまる特権、丸がかやいでしょ。経験息子はずっと寄りかかってですね、まあ、次回もね、またなんとかしてくれるだろう。まあ、こういう、もう半年刻みでですね、税金を使いながら悠々自適にですね、ずっとニューヨークで新婚生活をずっと続けてるというようなことが、そういったことじゃないかなっていうようなことも、この記事の中では言ってるわけですね。えー、まさしくそうなんじゃないですかと。 いう感じで,すでえっ、ー、とねあの日本に帰ってくるかどうかってこともねこれもね私どっちかっていうとね今回はね今回だけはですけど本木さん言ってることにあのー、結構共感というかですね同調できるんですが多くの週刊誌は7月の試験に落ちれば2人はしようしようと日本へ帰ってくると推測しているが私はそうは思いません私もそう思いません。 この今現在のね、今までの,その特にエ子コさんのね、動きとかそういったようなことをね、考えてみると、どうしたって、私は絶対に日本に帰りたくない、こればっかしはずっと言い続けると思うんですね。私も日本にね、えー、もう帰ってくるとは私も思いません。絶対に帰ってくるべきだとは思いますけれども、帰ってきたいとは思ってないでしょうからね。帰ってこないでしょうね。でも帰ってくるべきだよね。<laughs> 時々ね夫にやれやれと思いながらもせっかく手に入れたニューヨークでの自由な生活を手放さないためにエム子さんは特権と言われようとも自分が培ってきた人脈や、えー、あるお家の、えー、ご意向を駆使しながらたくましく生きていくのではないか <laughs> たくましすぎるわみたいな感じ <laughs> たくましいんじゃないよねずうずしいわね <laughs> たくましいんじゃない しいはちょっとね同調できない。たくましいんじゃなくて単にズうずうしいだけなんじゃないかなって気がしますけどね。M 子さんから愛想をつかされないように気をつけた方がいいよっていうようなことをね、この経験息子に対しては愛想つかれないように頑張ってねみたいなことをね、言ってるわけだよね。えー、というようなことで、えー、ちょっとね、えー、いや、本木さんに人は結構ディスってるなと思ってですね、えー、この記事紹介させてもらいました。 まあね、えー、ただね、私ね今回はね、まあこの本木さんある程度正論を言われてるなというようなね、MM コンビもついにちょっとね、さすがにですね、今回の2回目を一言に関しては、勘忍袋の尾が切れたじゃありませんけれども、ちゃんと多少ですけども正論を走り始めたのかなっていう気はするんですけども、わかんないですよ。この人たちってね、もうコロコロ変わってるだけだからね、もともとこういうようにご意見をね、コロコロ変えるような人、私はあんまり好きじゃないんだよね。 私の勝手な意見なだけどね。こういうふうにね、ちょっとね、世の中の風潮が変わってきたからと思ってね、すぐこういうふうにね、あの、そっちの方にね、なびくじゃありませんけど、意見変えるじゃないですか。それっていうのはね、結局、この人は、ああ、でもね、あっち行ったり、こっち行ったりと、結局、経験と同じじゃないみたいな感じなんですわ、するんですけどね。まあ、それも私の試験 <laughs> ですけどね。はい、えー、今回もありがとうございました。今回はね、えー、いつものパターンですけども、プレジデントオンラインで、 えー、MM コンビのお一人、元木ジャーナリストの方がですね、そういったようなことを言ってましたっていう話です。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。